週末の天気予報は3畳とも全部晴れやったんですね。<ー>なんで、今のところは、まあえー、3畳とも量でいけるんではないかなっていうのが、うん、あの一応今の天気予報の感じですね、はい。京都記念からまず見ていきたいと思いますね。はいえー、島の 2200m の G2 ですけども、はいまあ、ベラジオオペラ、こちらね、あの前走チャレンジカップを、えー、ダービー以来のレースで制したっていうのは、これ価値ありますよねしかも、えー、そこでね。 花、えー、さ、下したボッケリーニがそのあともう好走しましたから、えー、そういった意味でも価値があります。うん、まあ、今回、ポイントとしては、距離がまず2200に伸びることですね。あのー、ダービーで2400こなしましたけど、でもダービーって、めっちゃ遅いペースからの用意度になったから、はい、ちょっとやっぱ距離、しかもこの馬1枠、1枠1番でしょあの、コースロスを最高に抑えた競馬ができてのこの結果なんで、あの、このダービーから24こなしたっていうのは、私は、 あの危険やと思うんですよね、うん、なので、まあ、2000m はあの前走を見ても分かるように、まあ、全く問題ないことは分かりましたけども22がどうなんかっていうのはやっぱり一つポイントではあります。確かにで、はい、今のアレババですけどもまあ,あの量の方がそれはいいに越したことはないも,もっといいババの方がいいとは思いますけどでもスプリングステークスとこのままミチアルで結構ひどいミチアルで上がりかかる競馬で勝ってるんでそういった意味ではこな,すこなしてもいいかなとは思いますね。はい、やっぱり問題は 2200m と思いますねで うん、プラダリアね、こちらはね、やっぱ、その、京都大商店を道割で買ってるように、上がりのかかる競馬、差し馬ではありますけど、上がりかからないとだめなわけですから、うん、あのー、今のような馬場っていうのはいいと思いますね。ただこれ、先行馬どうですかああ、バビットとアフリカンゴールド、ね。そうなんですね、2頭立てみたいな感じで、はい。バビットはね、前走もダートで全く分かんかったけど、それでも花を切るスピードを見せたのは、やっぱりあの、ここはもう間違いなく花切ってきますで、まあ、アフリカンゴールドは2番手にはなると思いますけども、まあね、この2頭、 タバがどんだけマークするかですよね言ったら、離れて逃げてて、後ろはスローペースやったっていう話は全然ありえるんで、そこはポイントにはなりますよね。うん、言ったら、プラダリアね、あのー、やっぱ33秒台とかの上がりを要求されると嫌なんですよね。はい、なので、そこの上がりはちょっとかかってほしいっていうのはあります。一方、ベラジオペラは33秒台の上がり、どんと来いです。だってダービーでも33秒0メンバー中最速を使ってますから、上がり勝負になるとベラジオペラの方が上ですね。はいうん、だからプラダリアはあのー 上がりり勝負にならなならいよような乗り方を要求されますよね、まあ、もちろん池添騎手ずっと乗ってそれ分かると思いますからどういう乗り方をしてくるかっていうのはやっぱちょっと注目したいと思います。はい、で、マテンロ・レオ、うんねえーと。前走の,、ねまあ、あの中山金杯、えー、スタート出遅れてね、まあ、もうリカンカブ・あのリカ,ンカブールがもうスタート決めて完全に流れに乗った形で勝ったようにもうスタート出遅れてあの形になったらもう正直厳しいと思いますね。まあ 前走で着順を下げましたけども、まあ、2走前の,あのチャレンジカップのベラジオペラから0.3秒差、5着見たら、まあ、復調してるなっていうのはちょっと感じました。もともとね、はい、このまあ大阪杯4着で、天皇賞を張る5着ですよ、その,の G1 での2回,2回の掲示板に乗った成績考えたら、パンとしたらやっぱここでも上位の力はもちろんあります。はい、その辺がどう言ってるかですね まあやっぱ前走はそのぶつけられてスムーズな競馬ができなかったということを言ってますね、うん、ちょっと前走よりも出来がいいみたいなコメントがないですけど、順調であることはあのコメント出てますね。はい、で、この,まあそうあの天皇賞3200でも五着した馬やから、むしろ私は距離伸びるのはいいと思います。でルージェーバイユですよね うん、この舞台のエリザベス上王敗で2着したこれは評価できますよね,すねしかも買った馬がねのプレイビー・ウェーグですからねもうそれを考えたらそう前走でが,持ったっていうのがでただこの馬はもう雨とかが全然ダメでまあ、あのー、両馬場やったらと思いますけどやっぱ33秒台とか32秒台とかの足使える馬やから、あのー、やっぱ今のあれ馬バがどうなんかっていうのはちょっと一つポイントにはなると思います。 ブレイブロッカーかな、うん 2>, うん、2勝クラス、3勝クラスを連勝してて、まあ前走でも2000この2200の距離で勝ったと。うん、まあ、ちょっとね、あのー、やっぱ後方からの,あのレースになる馬やから、ちょっとやっぱ上がりかかってほしいというのが精進なところですよね。なので、今のアレババっていうのは味方になる可能性はちょっと感じます。まあでもいいけねここんなとこぶつててきてるっていうのは、ね だってやっぱり小倉日経オープンも考えたけど、でも馬場適正を考えてこっちにって言ってますからね。でもあれいいですね、いいコメント出ますよね。ほら、あの、京都コース自体は合ってるし、はい、3コーナーの下り坂をうまくて、このコメント出ましたね。だから京都合ってるってことですね、これね。うん。まああとはやっぱりちょっと上がりかかってほしいと思います。うん、ラベルはやっぱり左回りじゃないとわかんのかなと思いますよね。そうこれ、あれか、そうか、あの、東京新聞杯除外されてんな、そうやな。 うん、東京、戦六、出れなかったんですよね。そうなんです、うん。あのね、オークスの内容はね、2400、長かったんですよね。ただ、うんまあ、その以前にね、右回りで全然結果出てないから、ちょっとそれはやっぱ嫌すぎますよね。はい、距離はまあ別に問題ないと思うんですけど、ちょっとやっぱ嫌すぎますね。あと、まあ、そうですね、シュバリエ・ローズ。 2200はちょっと長いかな、1008がベストの可能性あるからね、ねまあ2000はこなしてもいいけど、2200はなーっていうのはちょっとありますよね。プラチナトレジャー、まあ、前走ね、買って、勢いはあるんですけど、この馬も2200どうなんか、この馬ね、でもあれですよ、2勝クラスかな、北海道で買った時にルメール騎手が10勝いける馬やっていう、2>, <ー>2勝クラスぐらいで言ったんですよ。で、はいまあお、だいぶ時間かかりましたけど、10勝まで来たわけじゃないですか。うん ねえこれしかも岩田康成騎手のコンビと面白いですね。直線長い、まあ東京、東京に両席があるようにね、あのーで、しかもこのまま33秒台とかの上がり持っとるんですよね。なので、舞台悪くないと思いますね。まあ、2200かどうかはか走ったことないかわからんけど、それをこなせば面白い目があっていいと思いますよ。うん、め,めっちゃムラいからね、勝つときと負けるときも,も結構強いけどね。以上ですね。 はい。というわけでお話しいただきました。直前の見解は概要欄にありますプレヒロネットのとトしでお買い求めください。以上、月曜日段階での京都記念の重賞展望でした。